はい、はい、そうです、ね、まあ今ねちょっと話が脱線したんですけどね。俺ちょっとあの、うん、まあ、疑問というか質問があるんだけど、うんうん、はい、昔そのフラッシュガーズとか、うん、そんなんで女子プロがめっちゃ流行ってる時代とかあったんやから、はい、すごい人気が、うんうん、今のそういう女子プロレスラーはどういう感じなの？あのね、うん、だからその客層はやっぱり変わってますよね。あの頃のね、クラッシュギャルズとかね、うん、あのビューティーペアの時っていうのは、はいはいはい、あの女子中学生、女子高校生、女子が多かったね。あの女子の番の方が多かったね。今はやっぱり男子の心をね、最高点からあの掴んできて、その後からちょっと地下アイドルを追っかけるような人たちが、まあ、ほんでまた可愛い子からも予算出てはるわね。出てきたし、業態が変わったのはもちろんあります、うん、ただせやけど業態変わった中でも彼女はですね、うん、その強さであったり、ね、あの女性の心の強さというのをですね、うん、追い求めていってですね、まあ今トップコンテンターとしてですね頑張っているんですがね、うん、そんな彼女がね、まあ、あのいろんな相談は受けてたんですよね、うん、だからまああのどっちかといえばその仕事の仲間とかっていうよりも、うん、まあまあ俺が勝手に言うもんなんやけど、うん、まあ お兄ちゃんっていう感じで慕ってきてくれてたんですよね、うん、で僕もあのそのプロレスのことを仕事はしてますけど、うん、ちょっと違う位置にいてるじゃないですか、うん、その中のそのプロモーターだとかさんのちょっと違う位置におるから、うん、ここにもう完全に毒されてるわけやないから話もいろいろしやすかったみたいですね。だからいろんな、うん、彼女が、ね、抱えてる普段からの悩みであったり苦悩であったりですね、うん、また本当に人間としてというかあの社会人としての足並みなんかをですねいろいろ聞いてきてくれたんでいろんなアドバイスはずっとしてたんですよ、うん、でまあちょっとあの体の方もしんどくなってきてますと、うん、ちょっとあのやばいところもありますという、ね、はい、あのことを、去年の頭ぐらいに聞いててですね、うん、まあ、あのなんかその先のこともいろいろ考えなあかんななんて言うてた矢先にですね10月去年の年末前ですね、うん、あのちょっと西山さん、お母さんの、誕生日からここでやろうと思ってるからちょっと何人かで行きますと、うん、ただしだけどちょっと久しぶりにゆっくりお話ししたいんでその開店前に来ていいですかって言うから おいでおいでっ て言ってお茶でも飲もうかっていう話した時にあその時に俺気づいたんですよ。あ来たかなと、でまあどうしたって聞いたら、まあ、西山さんってやっぱりもう私体もそうですし、うんうんうん、これからの人生考えたら、うんうん、ちょっともう引退しようかなと思ってますと、うんうん、でこれまずは西山さんにお伝えしなあかんなと思って。女子的にやっぱりその結婚とかそういうのが全部のやっぱ子供を産みたいとかまあ それはちょっとそこまでもう僕も聞かへんし、まあ、もうそこまでもう僕は、うん、察してあげようっていう方やから、うん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 、詳しいことはもう何も聞かんでもええやないですかそんな、うんうん、ね、分かったと、お疲れさんと、うんうん、頑張ったなと、ほなもうちゃんと引退試合もしてくれんねんなと、スターダムさんがやってくれんねんなって言うて言うたら、いつまでやっちって言うたら、まあ1月までですと、あそっかって、ほな頑張ってくれんと、最後お礼で応援できることあったらやるからという話になったんですけどね、そっからですわ。ほんなら、よし、お疲れなっちっていう話をしてたらですね、いや、お疲れやないんですと。で、スターダムとの契約は1月まで で、あと1ヶ月は自分フリーとしてやっていきたいと思うんで、うん、引退試合を自分でさせてもらえることになったんですよ、うん、でお前よかったやんけって、うん、それは、うん、いろんな部分考えてもやっぱり自分のやりたいようにね、うん、最後、うん、会社のね、会社のね、まあ、しがらみから逃れて自分のやりたいこと、うん、先代にもお祝いしてもらってもね、先代で育ててくれた人も、ね、ただ会社のしがらみやったらできへんこともありますし、うん、よかったやんけって言って、よかったやんけって言って一言のように言うたら、いや違うんです、西山さんがやるんですよ、私はその話を持ってきとるんですよ、ちょっと待ってて、話っていうのはそのお前の引退興行を俺らがやるんかっていう話があったら、それ以外何かありますかと、ってなって、お前いや頼ってくれてんから、お前それやったら平野区民ホール言われてればいいかけやろって話になっちゃう。お前平野区民ホールやとか朝日区民センターではあかんなと、うん、鶴見の外でもあかんわ、あかんなと、お前何か考えてるやろって言ったら、うん、とりあえず不律をさっき抑えに行ってくださいって、何月ぐらいやって、3月ぐらいに行って、3月はあかんねん不律はと、相撲やねんと、ほんだらもうちょっと待って、2月のケツかもう4月の頭でちょっと抑えるわって言って、一生懸命その協会の人に連絡したら、なんとその大日本プロレスさんがですね、2月の一番ケツにですね、この日にですね、
感じを抑えてはってですね、うんうんうん、夕方からやるっていうんで、うん、前半貸してくださいってことになってですね、はいはいはい、それは昼間を貸してもらえるまで、そうでもリングとかもリングとかもちゃんとあるわけやね、ほんでね、こんなん言うたらあれやけど、うん、その3月入るまでのキワキワのここで抑えれたってやっぱり運がありますよね、そういう部分で言うたら、ね、だからまああの1月まではスターダムの花月として突っ走る、ね、その後の1ヶ月間はもっともっと突っ走る1ヶ月間になるというところでですね、あのだと僕らが初めてですね、あのフリースタイル館の興行、しかも彼女の引退興行っていうですね、責任重大やね、これは夜も寝れない、それは何しようかなと思って夜も寝れずに昼寝して、昼寝してもう急になんて売ってる場合じゃないんですよ、ちゃうか俺言っとるからね、でもね、ちょっとね、この次の回でいろんな告知させてもらおうかなと思うんですけど、はい、やっぱりね、引退試合ってなったらスモークの一つも焚いてやらなあかん、スモークなんてな、どこにあるんやろな、もっと派手にしてあげなあかんみたいな、いろんなその今じゃあ僕らが動いてることを次の回でもう一回聞いてもらっても大丈夫ですか、ええんちゃう、お願いします。